はい、おはようございます、安水です。今日はですね、噂の、350円ラーメンをね、食べに来ました。場所はね、ちょっとススキの日華ウイスキーの、マクドナルドですね。わかりますね、角っこですからすぐわかりますよね。ここのね、ビルのね、4階に日本一さんってあるんですけど、ここにね、今日はね、行きたいと思います。日本一さんありますね。ここにちょっとね、350円の噂のラーメン食べたいと思います。はい、ここはね、日本一ってラーメン350円でね、やってるところなんですけど、今日はね、ここね、噂の350円ラーメン食べに来ました。噂のランチ味噌ラーメン350円、ビールとセットするとね、600円、中杯だとね、500円でラーメン付き楽しめます。はい、ラーメンハイボールセットね、ちょっと頼んでみました。ラーメンが350円、ハイボールが150円になりますね。合計で500円で楽しめます。はい、美味しかったです。完食、完飲いたしました。ごちそうさまでした。はい、今のね、日本一さんで500円で食事終わったら、今日はサービスでお米がね、プレゼントしてくれました。 150g 入りのね、夢ピリカですね。なんちゅうサービスでしょう。このビルの同じね、ビルの横に、はい、マクドナルドがすぐありますので、ちょっと僕チューハイ一杯でもね、ちょっと酔っちゃったんで、酔い覚ましにコーヒーを飲んでね、帰りたいと思います。はい、ということでね、コーヒータイムです。クーポン使って130円ですね。ちょっと酔いを覚ましたいと思います。はい、ということで今日は、350円ラーメンのね、紹介でした。初めての食レポ、ちょっと違いますけどね。今日は短い動画でしたが、この辺でお別れしたいと思います。はい、それではまたお会いしましょう。さようなら。